愛知のあるお寺でね火葬されて、そしてその骨をね、あの遺骨を姉がね、だから奥が諫早に連れられて行った時にですね、行ってる時に家の骨が帰ってきてるわけです。その姉はですね、あのそういうことでね、あの最終前ね、当日の最終便で、僕は翌日の一番早いのでね、行ったんですけども、姉は機器室のですね前でね、車中でもう息を引き取ったと。3番目の穴にね、姉ちゃん目の黒になったと言った途端にですね、カトンと落ちて、それでするきりだと。諫早でもね、深夜なもんだから下ろしてもらえずに、大船でも下ろしてもらえずに、カータラでも下ろしてもらえずに、結局廃棄まで連れられて、そして廃棄にですね、朝明るくなって初めて下ろしてね、遺体がですよ、死んだもんね、そして廃棄のあるお寺でね火葬されて、そしてその骨をね、あの遺骨を姉がね、あの白い箱に入れてね、そしてだから、あの来たのはね、翌日だから、奥が諫早に連れられて行った時にですね、行ってる時に家の方に帰ってきてるわけです。それで僕はですね、その諫早まで連れられて、諫早がね、昔の木炭車のトラックでですね、諫早、今の諫早高校ね、当時の諫早中学校ね、諫早の海軍病院とかなんとか、もう重症者が先に行ってしまったんですね。だからいっぱいだから、ちゅうことで学校なんかにね、で行ったらですね、前その日ですかね、僕が行った日は、まあ大した治療もね、なんか赤チンって包帯を取り替えただけだったと思いますよ。その包帯だって新しいものじゃなくてね、なんかそういう記憶があります。父もね、ひょっとすると姉もそっちの方に行ったかもしれんというね、ところが自分の好みでですね、大村にやってくれとかのことはできないわけですよね。結局その収容できるところにね、どん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 ね、一方的に送られるだけですから。それで言ったけども、父にもね会えなかったね、姉にも会えなかったもんだから、母はね、また逆に父はその怪我してね、母語の家の母語ね、長崎の母語のもうとても知れんという期待があったみたいですね。いないんだから。今度は帰りはですね、諫早中学のからね、暑い中、まだ昼前だったと思いますよ。ね、春か、しおわれて、その道の方まで来たんですけどね、その間のことはね、全く覚えてません。ただ、何日目に帰られたんですか？ね、翌日。11日にも。11日もってきた。それで11日に、諫早からね、その道の方まで来て、それで道の方からですね、テクテクね、歩いて、腹にしまれてね、暑いですよ。だからもちろん日傘はないしですね、それで独自像のね、やっぱり近くでですね、一本だけね、先頭側に木陰があったんですね。もちろん今はもう、ね、そんなものないですけどね、そこところでね、休憩しとったんですよ。そうするとたまたま私の父のですね、部下と言ったらおかしいけどね、職場のね、人が、ね、その方がですね、実は高校してね、ご主人はね、亡くなってね、もうさっき埋葬されたんですよと、ね、いうことをですね、聞いたわけですよ。そしたら母はもうね、立ち上がってくれないわけですよ。それを聞いたとね、まさかという、まあ子供のことよりもですね、やはり一番頼りにしとったね、その父がその亡くなって、しかももう自分がおらんやらにね、もちろん火葬はせずにね、そのままカトリックですからね、亡くなっていたのはね、当時の鎮西、今の渇水のね、裏の芋畑でですね、発見されたということを通知を受けて、それで私のね、2番目の兄がね、近所の人の協力を得てですね、一人に行って
そして埋葬したということらしいんですけどもね。それとね、これは父のですね、遺体が発見された時はね、実はね、父はですね、いつもね、その昔第一次世界大戦で中国に行ってますからね、その時にですね、いただいたね、立派なね、懐中時計ね、懐中時計です、腹巻きにですね、それと同時にね、当時のお金でね、3000円、今でいくのは300万ぐらいですか、をですね、常にね、何があるかわからんからということでね、身につけてたらしいね。それはね、もう母からも聞いてたし、それともう一つは、あそこに、あそこのね、手帳ね、これをなんていうの、ところがね、その手帳を除いてですね、みんな、ね、まあ、その遺体が発見される前にはね、亡くなったと。まあね、要するに、そういう、どさくさの中ですからね、ね、それらの人がしか、ね、ちょっと乱して、そして、まあ、失敬していたんでしょうけども、まあ、要はね、その人を産んづけなくてね、やはり、原爆というのがね、その人をもですね、そういうような、ね、その人のものをね、持っていかんといかんようなね、に追い込んだわけですから、まあ、盗んだのはよくないことだけどね、やはり、元を言うと、こういう戦争原爆によってね、ということだからね、まあ、そういうことがね、その人を恨むというよりも、やはり、原爆という、ね、ことが起こしたね、その人の行動かなという、今ではそういうふうに思いになりました。しかし、年頃になってね、病気というよりも、年頃になってね、顔に傷があるでしょう。ね。それで、ここ、高校1年の時に一回手術したんです。ね。年頃になり始めて。ね。これ、原爆者に対するですね、特別そういうあれが、ね、できるようになりましたので、大学病院でね。しかし、普通ならば入院するんでしょうけども、僕は入院もせずにね、通院でね、夏休み、暑い時にね、行って治療しました。まあそういうですね、いわゆる、まあ年頃になってからのね、だから、まあこれを傷があってね、なぞくのにはですね、それは小さい時にね、気づかなかったですね、いわゆる、なんでね、こんな顔に傷を負ってというね、いうような、なんていうか、鏡を見るのもね、ね、嫌な時期もありました。まあ、親としてはね、自分が傷つけたことじゃないけれども、ね、原爆というものでですね、傷ついたんだけれども、ね、なんとしてもそういうことによってですね、一生をね、背負って生かせるのはですね、あれがあったんでしょ。だからね、まあそういうことにね、だから自分で行けたというよりもね、家族のね、そういう温かいね、思いやりとね、支えがあった。幸いですね、私は被爆した時に小学生でしたから、小学生のね、自分が小学生だったらという気持ちでですね、できるだけね、そういうつもりで話すように心がけてますし、ね、本来ならば、あの時にですね、もう死んだも同然ですから、気絶しとったんですから、ね、少なくとも10分か20分か知りませんけども、私は行きたいとったんですから、ね、意識がなかった同時ですよ。まあ、心で、もちろん心にも傷を負ってますよ。特にね、やはり、青春時代というのはね、辛かったですよ。それをね、含めてお話ししてます。